ウィリアム・ハルはアメリカ合衆国の軍人、政治家である。アメリカ独立戦争に従軍し、ミシガン準州知事を務め、米英戦争では将軍だった。米英戦争の時にデトロイトトリデでイギリス軍に降伏したことで記憶されている。コネチカット植民地ダービーで生まれ、1772年にイエール大学を卒業し、リッチフィールドで法律を学び、 1775年に弁護士試験に合格した。アメリカ独立戦争が始まった時、地元民兵隊に加入して、すぐに隊員に昇格し、さらに調査、中佐と昇進していった。参戦した戦闘としては、ホワイトプレインズの戦い、トレントンの戦い、プリンストンの戦い、サラトガの戦い、スタンウィックストリデの戦い、ボンマスの戦い、ストーニーポイントの戦いがあった。 その功績で、ジョージ・ワシントン将軍や大陸会議に認められた。ネイサン・ヘイルとは友人であり、ヘイルが危険なスパイ任務に赴くのを止めさせようとしたが、ヘイルはその命を失うことになった。ヘイルの有名な最後のことは、私はこの国のために失う命が一つしかないことを悔やむだけだを世に広めることに大いに貢献した。戦後、 マサチューセッツ州ニュートンにあった妻の家族の私有地に移転し、マサチューセッツ州の判事と衆議会上院議員を務めた。1805年3月22日、トーマス・ジェファーソン大統領から設立されたばかりのミシガン準州知事とインディアン代理人に指名された。この準州はデトロイト周辺とミチリマキナックトリデの2つの 飛び地以外はほとんど全部インディアンが支配しており、徐々にインディアンの土地を購入して、アメリカ人開拓者のために解放する任務を引き受けた。1807年、オタワ族、チッペワ族、ワイアンドット族、ポタワトミ族インディアンとデトロイト条約の交渉を行い、現在のミシガン州南東部の大半をアメリカ合衆国に割譲させた。このように、 アメリカ人開拓者の土地を拡張する動きに対して、特に小児遺族指導者のテカムセやその弟で小児遺族預言者のテンスクワタワが反対するようになり、部族員にアメリカ的生活様式やそれ以上土地を投げ売りすることに抵抗するよう解き進めていた。1812年2月までにアメリカ合衆国は議会でカナダへの侵略を含め、 イギリスとの戦争を公然と検討し、作戦を立てるようになっていた。これに反応したイギリスは、アメリカがカナダを攻撃してきた場合に備えて、ミシガンやカナダの地域を守るために、インディアン部族をその防衛部隊に加える動きを始めた。ハルがワシントン DC にいる時に、陸軍長官、ウィリアム・ユースティスが、ジェームズ・マディソン大統領はハルを新しく、 北西方面軍を指揮する順庄に指名したいと考えていると知らせてきた。この時春は60歳近くになっており、軍の新しい民間には興味がないと伝え、その代わりにキングスベリー大佐が指揮官に選択された。キングスベリーは任務に就く前に病気になり、再度春に打診があり、この時は春も受け入れた。その時受けた命令では、まず、オハイオ州に向かい、 その州知事が1200名の民兵隊を立ち上げるよう、マディソンから指示されており、これにインディアナ州ビンセンズからの第四不評連隊が加わることで、北西方面軍の核を形成するというものだった。オハイオからはデトロイトまで軍を移動させ、さらにミシガン準州知事の任務も継続することとされていた。この戦争では、春は正しい判断能力のあるものとして知られていた。 ウィリアム・ハル将軍デトロイトへの移動ハルは1812年5月10日にオハイオ州シンシナティに到着し、デートンで民兵隊の指揮を取った。この民兵隊は3個連隊で構成され、それぞれの連隊長にダンカン・マッカーサー、ルイス・カス、ジェームズ・フィンドレー各大佐を選んでいた。この部隊はマイアミ軍ストーントンに進み、続いてアーバナまで行って、 第4不評連隊の300名と合流した。民兵隊の兵士は装備が貧弱であり、軍隊の強い規律を嫌がったので、春は皇軍の残りで何度か命令不服従に遭遇した時に不評連隊に頼ることになった。6月終わりまでに軍隊はモーミーカーの早瀬まで到着し、そこで春は後に振り返ることになる最初の誤りを犯した。 イギリスに対する宣戦線布告は1812年6月18日に発せられ、同日に陸軍長官のユースティスは春将軍宛てに手紙用に通発送した。その一通は特務伝令によって運ばれ、6月24日に配達されたが宣戦線布告について触れていなかった。もう一通に宣戦線布告について触れ、普通郵便で送られ。 届いたのは7月2日になってからだった。その結果、モーミー川に着いた時には、海戦を知らず、軍隊は、航行可能な水域に来ていたので、軍に先立って、スクーナーの下油砲がパケットに、多くの傷病兵、物資、さらに公式文書を載せて、デトロイトに向かわせた。デトロイト川沿いのイギリス軍アマーストバーグ砦の、指揮官は2日早く海戦の知らせを受け取っており、 この船が通り過ぎようとしたのを捕獲した。その積み荷には、アマーストバーグトリデに対する攻撃の文書と作戦のすべてが含まれていた。カナダ侵略少なくとも、春はアメリカ合衆国連邦政府による海戦準備不足と情報伝達不足の被害者だった。知事を務めている時に、デトロイト、マキナック取デ,ディアボーオーン取の防御力不足を補うために、 エリーコに海軍艦隊を構築するよう繰り返し要請したが、北東部の指揮官ヘンリー・ディアボーンから無視されていた。春は1812年7月12日にカナダ侵略を開始したが、イギリス軍がマキナックトリデを奪取したという知らせを聞くと即座にデトロイト側のアメリカ側に引き返した。別の方向からは友好的でないインディアンの部隊が攻撃をかけてくる。 恐れがあった。デトロイトの降伏イギリス軍は、インディアン戦士が、鳥の周りでできる限りの騒音を撒き散らすなど、策略を用いたため、春は敵軍の方が優勢だと思い込み、1812年8月16日、イギリス軍のアイザック・ブロック将軍に、デトロイト鳥出もろとも降伏した。この事件に対する証言は様々に異なっている。 副官のルイスカス大佐は幸福の責任がすべて春に、ある年、後には、準州知事の職も継いだ。春は、軍法会議にかけられた。ヘンリー・ディア・ボーンが裁量したその軍法会議では、春の部下で後に、オハイオ州知事とアイオア準州知事を歴任した、ロバート・ルーカスが春に不利な証言をした。春は、銃殺刑を宣告されたが、 裁判所からの寛大な措置の推薦に基づき、ジェームズ・マディソン大統領によって減刑された。ハルは余生を妻のサラフラーと共に、マサチューセッツ州ニュートンで暮らし、自身の汚名を注ぐために2冊の書を表した。後の歴史家たちの中には、ハルがこの不名誉な失敗の不当なスケープゴートにされたということに同意する者がいる。1824年に出版された、 春の覚え書きによって、世論をいくらか、春を持ち上げる側に変え、1825年5月30日には、ボストンで、ディナーに招待される栄誉に良くした。同年6月、ラファイエット公爵が春の元を訪ね、我々二人は、傲慢なものいいと非難を味わったが、我々の汚名はすすがれた。敵を許し、すべての人類と共に、キリスト教徒の愛と平和のうちに死のうと宣言した。 ハルは、その数ヶ月後の1825年11月29日に、ニュートンの自宅で死去した。ハルの息子エイブラハムは、米英戦争の時に、陸軍大員であり、ランディーズレーンの戦いで戦死した。その祝いは、オンタリオ州ナイアガラフォールズのドラモンドヒル墓地に埋葬された。そこに埋葬されている、唯一のアメリカ軍士官である。ハルの老いには後に、 アメリカ海軍でアセスコンスティチューション艦長として活躍し代償になったアイザック・ハルがいた。アイザックの父がウィリアム・ハルの兄弟であるジョセフであり、アイザックがまだ若いうちにジョセフが亡くなった後にハルがアイザックを養子にした。ありがとうございます。